はい、どうも、イレイチ渡辺です。嫁一です。はい、今回ブレイカーズ阿比子さんの BCL 戦ですね。あやなちゃん中学1年生、はい、と対決になりましたね。はい、かわいい、かわいい、かわいらしい。今回の、セット数がこれ B 級と SB がね、5セット6セットということで、結構ね、シングルトーナメントなんで、はい、まあ長丁場になることもあるということで、イレイチ渡辺は、まあ、こんな感じでベスト8にと進出できなかったので動画にはなっておりません、今回は。はい、ということで嫁一頼みです。嫁一動画をいっぱい作ってくれダメですねこれ、ひどいブレイクで。いや、このブレイク絶望からスタートというか相手に悪い本当だよね。ちょっといつも通りね、残り4球ぐらいまでは、長くなった時は、カットが入ったりします、すいません。はい、ということで、これが入れるってことかな。ナイスショットだね、素晴らしい。出てはないけどはい、あやなちゃん、そうですね、残り球多い段階ではカットする場合がございます。はい、ということで、あやなちゃんが2番入れて4に出すかな。あ、ちゃんとね、この出しもね、しっかり考えて、うん、もう実力は嫁一より上なんじゃないのか、この1球見ただけで。本当だよ。さあ、これ引けるかな。うわーって引けたら最高だったけど、すごい、うん、隠れちゃったけど、スーパーショットだね、今の。よかったよ。さあ、フリーボールの状況で、あやなちゃん、さあ、残り4球までなるのか、これで。さあ、残り4球になった、こっから、全球見ていくことができますが。さあ、どうだ、ここの、あ、うー、惜しい。さあ、ここで嫁にさ、フリーボール。奇跡の4球取り切りどうなるかね。たまにしか見たことない4球取り切りが出るか試合で出ればすごいけど、試合で出ればね、試合でまだ出たことないの、4球取り切りは。3球があるんじゃないのかな。あー、フリーボール外してる。1球目からダメでしたね。4球とかそういうレベルじゃなかったですちょっと、はい。で、あやなちゃんがこれはバンクいくかな。お、コンビいったね。惜しい。はい、嫁一さんはこれはキャノン手玉で、あ、そうかな、うん、どうかな。お、構えてからちょっと変えた。これコアラスプロに怒られるやつね。お、まあ怒りはしないけど怒られたことはない、うん、怒られたことはない、うん、でもなんか、うん、ちゃんとね、あれは悪い癖だからねっつってね。さあ、うーん、まあでも難しいかな、これ残り方はね。多分入れ、これね、角度がね、ちょっとこうカメラの位置はここしか迷惑かけないようにするとね、なかったから。うおー、9番狙いに行ったね。だからちょっと角度的に見えにくいところもあるかと思いますけど、申し訳ございません。やっぱ試合優先なんでね、それは絶対邪魔にならない位置にカメラを置かないといけないんで。おー、これはちょっと長く続きそうな感じか嫁市さん、これは、あ、嫁市さんじゃないね、これあやなちゃんだね、うん、あやなちゃんが、これ止まって嫁一チャンスが回ってきそうだ。うん、まあチャンスチャンス。これは入れたい？コーナー？これコーナーだよね。コーナーだよね、これね。わあ、いいね。ただ難しいよ、8番。サイドカットなのかな？これちょっと中途半端な位置に構えてるね。カットしたかったかな。したかったんだ。でもここから見ると明らかに違ったね。ね、違ったね。びっくりするね違いすぎてあやなちゃんはこれはカットし、あ、バンク行ったのかな。お、で、帰ってきて入りそう。いいよ、これは。ただ難しい。さあ、ギリギリかする感じで攻めても最悪跳ね返って当たるから。おおっと、薄すぎた。でも狙いは素晴らしい。そして嫁一には難しい。これはひねれるとね、ひねれるんだったらあるんだけど、ちょっと当てるだけじゃないかな。ファールだけやめて。うん、OK。これしょうがないよ。うん。うん。まずはファールしないの方が重要だったからね。うん。スクラッチ怖いよ、これ。ああ、大丈夫だったね。今の角度、どっち行ってもスクラッチあったからね。うん。嫁一さんは、この球は、どうかろう。押しちゃうと怖いよ、スクラッチが。あ、でも素晴らしい、ナイスショットだよ。よかった、よかった全然喋らないから嫁一いなくなっちゃったと思ったよ俺
え、いる嫁一いるいる。あーひどいね。ブレイクが心配で黙っちゃったのね。ちょっとブレイクね、厚みが合わない。昨日か、うん、練習ってかしたんだけど、うん、うん、相手に迷惑かけちゃうからなと思って。まあブレイクはね、まあ、それが嫁一さん一番気にしてるよね。うん、まあでもね、シービキ戦はね、ブレイクしょうがない、いっぱいいるよ。いや見たことないね。ちょ、うまっ。うまいね。私の話どうでもいいわ。あやなちゃんの今の2球連発してナイスショットあったよね。これ3球目いきたいね。出しは難しいけど入れたいよ、しっかり。いやすごい、惜しい。惜しいしよう。ということで前半戦はちょっとカット、嫁一4番、あーそこね、嫁一4番で、これはねしっかりつかないと出せない、5番にね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。あーちょっとスクラッチ危ねえ。危なかった、危なかった。まあでもちょっと運が悪かったけど、あーこれは入らなかったね。はいはいはい。で、あやなちゃんの月番5番からとなります。5番入れて6に出したらちょっと難しいかな。ナイス、でもナイスショットだね。あ、でもちょうどいい。あーすごい、うまいね。ちなみにこの店のポケットはちょっと渋めです。前代渋い、ちょっと渋いんだね。うん、結構 C 級さんにはかなり辛いコンディションになってますね。あーそう、こういうのはね受けないんだよね。受けてくれてほしいけどね、難しいですね。嫁さん、これは入れはちょっとなさそうかな。うん、さあ、あやなちゃん、あやなちゃんは小学校5年生ぐらいから試合で始めて、うん、そう、あ、惜しい、惜しい。で、本格的にちょっと最近頑張ってますみたいな感じで1年ぐらいかなっていうところで、ね、おっしゃってたね。うん、言ってましたので、中学1年生だからね、うん、どん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 上手くなってくると思うんで、うん、はい、嫁一さん戦えるの今のうちだけだから。あ、すぐ B に行っちゃって、すぐ B に行って、もうすぐ A になっちゃうかもしれない。本当だよ。さあ、嫁一さん、これはもうちょっと絶望的な配置だけど、ほら、初球ミス、初球ミスしてね。ちょんまげしなかったね、ちょんまげではなかった。さあ、この7番はちょっと難しいね。ここは嫁一さんがこのショットはどうかな、どうだったかな、記憶にございません。入れませんでしたね。あ、ちょっと大丈夫、あー大丈夫だね。いやでもほんとね、あのポケット受けにくいから、うん、手玉もね、こういうスクラッチ、うん、スクラッチしにくいとはいう感じではあるけど、ほんとだよね。うん、コメント下手か。ちょっとさあ、ちょっとここはね長くなってますけど、まあまあこれはね C 引き戦よくある、まあ C 引き戦じゃないけど今回 C 級同士の対決なんだけどね、うん、まあ、おーおー、すげえ、今のすげえ、しかも出た、いい感じに、超いいショットだったね今ね。ちょっとね怖いね、こういう土手のね近い球は。うん、あ、しっかりしっかり入れて、あやなちゃんねすごい、あの結構つくの早いんだよね。そうだよね、うん、あ、そうそうそう。いやまあ俺はあの、あ、つくの、あ、じゃあ全然聞いてくれなかった。やばだ、俺の持論全然聞いてくれなかった。あやなちゃんを見たいのよ、私は。あ、そうさ、あやなちゃん、あやなちゃんをみんな見たいんだよ、うん、俺のトークどうでもいい。誰もいい、そんな聞き興味ないの。あ、興味ない、はい、すいませんでした。さあこれ1番入れて、ひねりがねまだ多分できないから、でもないですよね、ないですよね。あ、9、あ、でもこれでもいいとこ出たよ、全然すごい。4番が難しい、押して4にまっすぐ、いい、おお、うまい、これはすごい。これ玉なりでね、普通に入れればね、ただ入れるのめっちゃむずいから、これ、お、あ、いいとこ行って、わあ、ちょっと惜しい、惜しい、惜しい。お、嫁ちゃんいいとこに来そう。ああ、やばい、2球まではいけそう。行くかな、わからない。これ頼むよ。あー、入れてくれた、入れてくれた。さあ、そして、まあ、これでそう、厚みが6に対してどうするかなんだよね、これね。引いてもちょっと難しいしね、7、8の間はね。押してもスクラッチ怖いから、どうすんだろうな、これ。で、終わりました。それはちょっと予想外。まあ、しょうがない、しょうがない。
入らないなっていう入らないパターンはちょっとここ考えてなかった。考えてます。あすごい。さやねちゃんしっかりね、ちょっと気持ち悪いラインだったけどね、しっかり入れてきて、セーフティーかな。うん、これセーフティーかバンクかどっちだったかな。セーフティーだったのかな。うん、山口さんはこれはどっち行くの。カットか構えてる感じは。あ、カットだね。うん、うん、全然今日のことなのにカットに行ったのかコーナーに行ったのか記憶にございません。でもスクラッチのことは考えてた。あ、なるほどね、スクラッチ人だから、ね、人だからでカットに行ったんでしょ。カットに変えたんだね。なるほどね。これは外します。うん、お、入れた、入れました。はい、申し訳ございません。これは外しじゃあ分かんない。これはでも入れてほしいけど、入れてもねこれ9番難しく残っちゃうんだよね。うん、ナイスショットだけど超難しい。難しいねこれは。うん、じゃあファールだけしないで。山市さんいる？あ、いる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 。あ、ちょっと9番9番よ。いやいや、ちょっと今サイド入りそうだった。うん、ポケットじゃなかったら入ってたかもしれないよ。さあこれはしっかり決めたい、あやねちゃんね。2-1に持ってくる、ナイスショット。すごい。すごいしか出ないもん。すごいしか出ない。中1とね、年の差、言わないけど。言わないけどね。言わないけどね。うん、でもなんか、ブレイカーズさんの試合来ると、うん、毎回、アナちゃんは見かけてたんだよね。あ、お話ししたことはなかったけど。あ、そうなん、そうだね、なんか、毎回かわかんないけど、なんか結構お見かけしてて、いつか当たりたいなみたいな。あー、もう嬉しいね、じゃあ嬉しかった。うん、お、これは、うん、2球コンビいたかもしんないけどね、難しいショットだったね。余命1はもう、無理ですね。当てましょう、とりあえず。でもこれ、映像残ってるってことはカットしないってこと。入れた、入れましたね。けど出ない。もう入れるだけにしたね。あれ、こっち側選ぶ。あ、見えてた。あ、見えてんのこれ。見えてたから、あの、カラクッションするより、うん、なるほどなるほど。当てれるなと思ったら、薄すぎて。薄すぎて、ちょっとね、当たんない。もうちょっとギリギリ攻めなきゃいけなかったんだね。うん、うん、まあしょうがない。なかったね。あやなちゃんは3番、1、はい、残り6球となりましたけども、結構いい配置じゃないかな。これ難しいショット入れたよね、よくね。すごいよね。さあ、これがちょっと難しい。スクラッチもある。あ、スクラッチは大丈夫。9番に当たるから。うん。うん、あ、惜しい。ちょっと熱かったね。さあ、余命1さんは、これコンビ行く？一応ね、一応一応コンビ行こうかなみたいな。なんだけど相当難しいよ。でもこれ入れはね、スクラッチも怖いし全然違うっていうね。ちょっと違ったね。でもまあこの取り切るよりは多分、うん、コンビ行った方がと思っていたけど、まあまあそうだね。いや、それはそれは試合では全くダメでした。おー、すごい、ナイスショット、うまい、すごい。もう余命1応援しすぎでしょ、相手に。あ、そうだよね。試合なのに。試合なのに。でもね、まあ気持ちはわかる。あー、ナイスショット、すごかったね、今のは。ナイスショットだった。8番は、まあ薄いけど、まあ、二度付けはしなそうな角度なんで。うん、あ、いいじゃん。あ、これは、ちょっときついかな。やなちゃんしっかり決めて、最後、これは決めてほしい。どうだ。いやー、うまかった。ありがとうございました。ありがとうございました。嫁一は今回は、1回戦敗退となりました。はい。はい。また近いうちね、試合で、どこか出れたら、はい、動画にしたいと思います。今日はありがとう。なんか見てる。今日はありがとうございました。ありがとうございました。